交通ルールには気をつけなはれや。ありがとうございました。警視庁などでは明日から1週間交通安全運動を実施します。 JR 新橋駅前ではお笑いコンビのダブルエンジンさんらが、冬場は午後4時ごろには自動車やバイクのライトをつけ、歩行者には横断歩道を渡る際にドライバーとアイコンタクトを取るよう呼びかけていました。警視庁によりますと、今年に入り都内では交通事故による死者数が147人に上っているということです。